中央区は札幌市の行政区。北海道庁石狩振興局札幌市役所の所在地であり、国の出先機関や企業の本支店など拠点となる事業所、商業施設が集積しており、札幌の都市機能の中核を形成している。区域は東西ロメートル、南北メートルと東西に長く、北区と東区とは函館本線。 白石区と豊平区とは、豊平川、南区と西区とは、山地の両線で接している。また、区域は、旧山花村及び、旧円山村の全域、旧札幌本府、旧内部村、旧岩雷村、旧古二村の一部からなっており、旧山花村の区域は、道路の向きが、旧札幌本府の区域に対して時計回りに約4度、傾いている。これは、 札幌本府の開拓はすでに存在した創生側に合わせているが、旧山花村はそうではないことに由来しており、当時の地北に合わせた説、地形に合わせた説などがあるが、定かではない。中央区役所は旧山花村の地域に立地している。中央区年表、参照独立行政法人特殊法人等、医療機関名簿参照2018年9月18日に、 HTB が、豊平区から移転したことにより、すべてのテレビ放送局の所在地が中央区となった。テレビ放送局ラジオ放送局コミュニティ放送局、国立大学法人公立大学法人私立、学生のオフトクレー対象学校一覧、参照同私立,私立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 、指定管理者私立百貨店、ショッピングセンタースーパーマーケット、ディスカウントストア、 銀行信託銀行共同組織金融機関日本、郵政証券会社集配郵便局、無集配郵便局総円駅内部駅、南口北海道新幹線の札幌駅延伸時には、区内を殺村トンネルが通る予定である。かつては札幌市交通局がバス路線を運行していたが、段階的に民間事業者に路線を移常し、2004年に廃止となった。 バスターミナル空港連絡バス路線バスベロタクシー、札幌市内の文化財、参照重要有形民族文化財重要文化財、史跡天然記念物有形文化財有形文化財、有形文化財五重音順。ありがとうございます。